試合は解説に清水秀彦さんをお迎えしまして、実況ドイツ吉でお送りいたします。清水さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いよいよ試合の時間です。サルミーニ奪っていきます。小野、中村、福西、いいパスワークでボールをキープ、いい位置でボールを取りました。クロスを上げた、すぐに戻します。サルミーニ、回していきます。ディフェンダーが奪っていきます。柳沢、いいゴールでしたね。これでリードしました。このリードを守り抜くことができるでしょうか。試合開始から12分、この試合最初のゴールとなりました。このボールはディフェンダー中村、アレックス、さあクロスボールを上げられるか。ゴールキックです。サルミーニ、サルミーニ、ディフェンス痛いミス、正確なパス、カジ、小野、サルミーニ、さあワイドに使ってきます。ボールはサイドへ、ボールを前線へ送る、しっかりとボール回しです。サルミーニ、ボールがきれいにつながり始めています。あっと取られます。サルミーニ、福西、小野、戻します。さあここでクロスか、
サルミーン、アハメド、素早いパス交換、サルミーン、ペナルティーエリア内でディフェンダーがうまく対応しました。ここはボールを奪取、激しくいきました。浮き球のパスを出す、このボールはディフェンダーが処理。サルミーン、抜けませんでした。ノーマークの味方を見つけた、柳沢、コーナーキックを獲得しましたが、このチャンスをうまく生かしきれることができるか。アレックス、精度の高いクロスだ。前半も間もなく終了いたします。前半ここまで両サイド互角の戦いぶり、素晴らしい戦いを繰り広げています。小野、彼がボールを持つと取られる気がしません。ディフェンスは早くチェックに行きたい。クロス、このシュートは精度を欠きました。いいボールが出ました。ここでシュート、チャンスを封印してしまいましたね。カジ、中村、ボールのポゼッションを失った。これはチャンスだぞ。中田、シュートを打たせない。ここでホイッスル、前半の45分が終了しました。それでは清水さんにお話をいただきましょう。よく言われるように、ワールドカップへ進むには絶対にホームで勝ち点3を取らなければなりません。その意味では前半の戦い方はまずかったですね。このまま前半のようなパフォーマンスを後半に引きずってしまうと、予選突破が厳しくなってしまいますね。